覧のスポンサーの提供でお送りします。明日の情報だけをまとめてお送りする明日マニアナ。新年もすっかり明けてしまっているわけですが、明日マ的には今年初放送、新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。っていうか今年仕事始め早いよね。渋谷アックスでソニーさんがコンサートに続いては東京ビッグサイト、平成16年東京消防出初め式、消防車の乗車体験や地震体験コーナーなどもあるらしい。明日はホテルニューオータニのレストラン大会園には七草がゆが登場、入っているのはセリ、シャズナ、スミレ、セッテンバラーって、いやそれ言うならシャズナじゃなくてナズナやろっちゅう話。山種美術館ではお正月は日本画で、日本画での後にまだ何か続けたくなるのは私だけでしょうか。例えばお正月は日本画で神経衰弱、富士山どっかにあったなみたいな。明日にしても神経衰弱って負けると切なくなるよね、なんか自分だけお金がないみたいな。あとスピード、速い人見るとムカッとくるでしょう、お前はマトリックスかみたいな。見てみたいな、ネオとエージェントスミスのスピード対決。ということでバルマンエクセシブという腕時計が発売に続いてはヒノキのぬいぐるみ消臭剣日の丸くん発売、ワンワン。明日は真珠の石鹸はその名の通り真珠成分が 1.5 粒分含まれているというゴージャスな石鹸、しかも500個の中に1個の割合で石鹸の中に本当に真珠が1粒入っているらしい。明日の予定は決まったかな。浜田マリでした。明日間に合うな。